バイオラさん、ついてきてくれますか？はあ、待ちすぎて肩凝っちゃったじゃない。どうでもいい。私は一人でもやっていける。今も昔も。なのにどうしてこんなに心がざわつく。私は一体何のためにこの島へ来たんだ。島に来る以前のことを思い出そうとすると頭が割れるように痛み出す。なぜだ、どういうことなんだ。それとお前、どうして私についてくる。そんな用事があるなら言え、ないならどこかへ行け。約束したのだ、一緒に宴会するって。そんな状況ではないことくらい少し考えればわかるだろう。でもでも、ピーちゃんと宴会をするためにご飯まで抜いてきたのだ。腹が減ったのなら特上のうな重でも食べればいいだろう。ぐっ、やっぱりピーちゃんはバイオちゃんと組んだことを怒ってるのだ。怒ってなどいない、どうでもいい。じゃあじゃあ一緒に宴会するのだ。宴会はしないと言っただろう。お腹、お腹空いたのだ。泣くな、鬱陶しい。本当に殺すぞ。ピーちゃん、殺される前に一つだけお願いがあるのだ。お願い聞いてくれたらもう何も言わないのだ。さっさと言え。私は、私は何でもない。え、本当にどうかしている。自分の気持ちを人に話そうと思うだなんて。ももちゃん、どこにもいないな。家にも帰ってないみたいだし、マナちゃんとも連絡つかないし、本当にどこへ行っちゃったんだろう。早く戻ってこないと大変なことになっちゃうよ。もしかしたら行き違いになってるのかな。一度戻ってみよう。約束は守れよ。かたじけのうござる、かたじけのうござる。地獄にホットケーキとはこのことなのだ。意味がわからん。地獄にホッケとも言うのだ。そこに大根おろしがあるとモアベターだと思うわけでしょ。喋るか食べるかどちらかにしろ、飯の代わりに埃が入るぞ。では食べる方に集中させていただきますなのだ。お願いだなんて言うから何かと思えば結局食べ物のことじゃないか。あー、見つけた。なんで二人でのんびりご飯なんて食べてるの。別にのんびりしてないし、これには紆余曲折があってだな。とにかく見つかってよかった。こいつに用事か。できれば引き取ってほしいんだが。もう、ご飯を食べさせてくれるならどっちでもいいけど。まあいいや、とにかくいただきますなのだ。私が探してたのはももちゃんの方だよ。私に用事。
そうだよ、大変なんだよ。言わなくていい。どうせまたくだらないことだろ。どうでもいいかはせめて聞いてから判断してよ。私の前でわめくな。くそ、頭に響く。ももちゃん、どうしたの？うるさい。黙らなければ殺すぞ。そこまで。食堂内での戦闘はご法度と伝えたはずよ。理事長先生、次から次へと鬱陶しい。インカさんと同じ要件よ。神楽坂と同じよう。どうして理事長が。モモさん、あなた定期船のパートナーの申請をしていないわね。ああ。あれ、モモちゃんはマナちゃんと組むんじゃないの？稲川か。あいつとは組まない。もう組めない。どうして？稲川自身が決めたことだ。私が口出しすることじゃない。じゃあももちゃんは誰と組んで定期戦に出るの？誰でもいい。私は一人でも戦う。でも他のほとんどの5期生ももうパートナーを決めちゃったみたいだけど。何？パートナーがいない場合定期戦には出られないわよ。一人では参加できないのか。当たり前でしょ、 V ウイルスの治療のための定期戦なんだし。定期戦に参加できなければどうなるんだ。ビクニでの治療に不適合ということで他の島に移ってもらうことになるわ。それは困る。私はここへ戦いに来たんだ。戦って強くなるために。それが戦いでもお金儲けでも治療にさえ貢献すれば構いません。 V ウイルスの治療に貢献すること、それがビクニにいられるただ一つの条件なの。他の誰かと組みバルキリーとして戦うこと、それが定期戦への最低限の参加条件です。パートナーがいなければ戦うことも許されないのか。そういうことね。あなたには期待していたんだけど。期待？何をだ。申請の締め切りは本日中です。確かに伝えたわよ、クズリュウモモさん。おい、待て。一人では参加できないなんて私は聞いてないぞ。それはモモちゃんがホームルームに出ないから。自業自得なのは認める。だがどうすればいい。戦いなら誰にも負けない自信がある。だが戦いに参加できないのは困る。私は戦うことしか知らないんだ。私はもうランカちゃんとパートナー申請しちゃったし。パー、ごちそうさまでした。いやー、満腹満腹。ちょっと黙っていろ。こっちは大事な話をしているんだ。いただきますとごちそうさまはとてもとても大事なのだ。うんうん、満腹丸ちゃんの言う通りだね。神楽坂、お前まで乗っかるな。話がややこしくなるだろう。大事な話って何なのだ。定期戦に出るためのももちゃんのパートナーが見つからなくて困ってるの。おい、こいつに話してもどうしようもないだろ。はあ、そんなの別に困ることないのだ。なんだと。お前、人事だと思って適当なこと。満腹丸ちゃんと組めば。何？ピーちゃんと満腹丸ちゃんで定期戦に出ればいいのだ。満腹丸ちゃん、まだパートナー申請してないの？毎回満腹丸ちゃんと組みたいって人がいっぱい来るからまだ決めてなかったのだ。
ギリギリまで待てば待つほど報酬もご飯の量が増えますし、ふひひ。お前案外腹黒いな。ご飯のためなら何でもします。生物としての当然の論理なのだ。確かに正しいかもしれないが、でもなのだ。今回は全ての申し込みを蹴ってピーちゃんと組みます。組む。満腹丸と私が。そんな嫌そうな顔しなくても。ももちゃん、満腹丸ちゃんと組めば少なくとも定期戦には出られるよ。でも満腹丸だぞ。戦いになれば誰がパートナーでも勝つ自信はあるんでしょ。もちろんだ。だったら満腹丸ちゃんの申し出を受けようよ。ねえねえ、組もうよ。わかったわかった、満腹丸、お前と組んでやる。やった、決まりなのだ。よかった、これで一安心だね。それじゃあ今すぐパートナー申請を済ませに行こう。ああ。ほらピーちゃん、一緒に行くのだ。礼は言わないからな。結構歩くんだな。食後の腹ごなしにはちょうどいいのだ。パートナー申請が済んだらまた食べられるね。ところでパートナー申請ってどこへ届け出ればいいの？なんだと、知らないのか。神楽坂はパートナー申請を済ませたんじゃなかったのか。私はホームルームの時間に提出したよ。じゃあ私たちはどこへ向かって歩いているんだ。私はももちゃんが知ってると思って。ピーちゃんが知ってると思って。私が知るわけないだろう。ひー、逆ギレなのだ。この辺りにいる誰かに聞いてみようか。行き当たりばったりだな。せめて私たちが今いるこの場所がどこかくらいは把握しておかないと。ちょっといいですか。私たち迷子になってしまって、ここがどこか教えてもらえませんか。またあなたなの？学習能力がないのかしら。リンカさん。お、マナちゃん、バイオラちゃん。よかった、知ってる人に会えて。少しも良くないわ。私の気分も、あなたたちのおつむもね。気分が悪いのはお互い様だ。次の定期戦では真っ先に叩き潰してやる。ももさん、新しいパートナーを見つけたんですか。はいはーい、ピーちゃんのパートナーの満腹丸ちゃんです。へえ、あなたたちパートナーを組んだんだ。そうですか、よかった。で、その即席コンビで私をどうするって。叩き潰すとか聞こえたけど気のせいよね。今ここで叩き潰してやろうか。前回あれだけ叩きのめされて、よくそんな口が聞けるものね。ももさん、いくらなんでも認識が甘すぎます。もし定期戦でバイオラさんと戦うようなことがあれば全力で逃げてください。なんなら棄権してもいい。勝ち目のない相手に挑んで怪我をするよりずっとマシです。お説教はたくさんだ。稲川、お前に戦いの何がわかる。分かっていないのはモモさんの方です。アメーバと同レベルの単細胞に口で言っても理解しないわよ、マナ。
私はできればモモさんや他のみんなにも生き残ってほしいんです。ならばマナ、あなたが教えてあげなさいな。バルキリードライブの何たるかを。わかりました。バイオちゃんがリブレーターをするんじゃないのだ私があなたたちに勝ったところで当たり前すぎて何の教訓にもならないでしょう。いいのか、稲川の実力は昨日まで組んでいた私が一番よく知っている。そうですね、戦い以外に取り柄のないモモさんが私に負けるわけにもいかないでしょうね。御託は必要ない、かかってこい。言葉で伝わらないのなら致し方ありませんね。バイオラさん、よろしくお願いします。ええ、よろしく。足手まといにはなりません。準備はいい？リーちゃん腹ペコだよ。先が思いやられる。ここまで来たら腹をくくるしかないのだ。稲川、お前の言う現実とやらを教えてもらおうじゃないか。見た、それ仕留めば諦めてくれみたい。ドライブ、バイオラさん、いけますか。しょうがないわね。
まだ足りないわ。もっと強くならなきゃ。がっかりです。心のどこかでももさんは強いと信じていました。あなたを裏切った私を打ちのめしてくれることを期待していました。これはこれはド M 宣言なのだそうではなくてですね。どうして負けた？稲川相手に私が遅れを取るなど。所詮はその程度だったのよ。私は何もしてないわ。ただマナの戦い方に合わせただけ。彼女が思うまま戦えるように手を添えただけよ。それだけでここまで差が出るわけ。理解できたかしら？稲川バルキリーはパートナーとなる相手がいてこそ戦える。いいえ、戦いそのものだって敵という誰かがいて成立するんです。でもモモさん、あなたは誰も見ようとしない、誰の声も聞こうとしなかった。私があなたを見限ったのは、あなたが私を見てくれなかったから。あなたは誰と戦っているの？モモさんと満腹丸さんのパートナー申請は副筆頭である私が責任を持って登録しておきます。もし定期戦で私たちとまた戦うようなことがあれば、見逃してあげますから逃げてくださいね。稲川、貴様。はい、そこまで。笑えもしない茶番だわ。ただこれはマナがあなたに向けた精一杯の優しさだということを忘れないことね。番狂わせは起きないわ。あなたが変わらない限り。行くわよマナ。は、はい。ももちゃん大丈夫？空っぽだ。何も残っていない。ここも私の居場所ではなかったのかもしれない。ここも？そうだ、ここもだ。稲川の言う通りだ。私は誰と戦っていたんだろう。私はうにゃー、まだぐるぐるしているのだ。ピーちゃん、武器の扱いがひどいのだ。せっかく食べたご飯を全部撒き散らすところだったのだ。うえっぽ。うわぁ！おい、ここで吐くな。そんなもったいないことはしないのだ。一度口に入れたものは意地でも消化しなければ。ぐぐぐぐ。すまなかった満腹丸。え？戦っている最中、私はお前のことを考えもしなかった。まあまあ、次は優しくお願いするのだ。次だって？お前何とも思わないのか？これだけ叩きのめされて悔しいとか、自分の弱さに絶望したとか。満腹丸ちゃんにはよくわかりませんな。勝つとか負けるとかどうでもよくない？ではお前は何のために戦うんだ？ご飯を食べるためですけども。お前に聞いた私がバカだった。バカとは失礼な。
減っては戦はできぬと言ったのはナポレオンでしたか。どうや、満腹丸ちゃんの博識ぶり。何が言いたい。つまり戦ったらお腹が減ったのでご飯を食べませんかということなのだ。いいだろう、腹いっぱい好きなだけ食わせてやる。本当なのだ、やったー。どうせこの島で使えるポイントなど出ていく私には必要ないものだからな。ももちゃん、結論を急ぐのはやめようよ。追い出されるのは定期戦の後だって構わないんだし。それはそうだが、神楽坂、お前時々ひどいことをしれっと言うよな。とにかくご飯を食べながらこれからどうするか考えようよ。わかった。